皆さんこんにちは。沖縄県那覇市にやってきました。ここはユイレールの牧師駅です。駅前にシーサー橋があります。シーサー橋、まあ、シーサーですね。沖縄の家はシーサーを置くのが習わしですよね。まあ、村の掟というか島の掟というか、でシーサー橋を渡っていきます。琉球バスが通ってますね。沖縄県のバス路線バスは琉球バス、沖縄バス、東洋バス、那覇バスが中心です。ユイレールにはいくつか駅があるんですけど、一番中心となる駅は旭橋、県庁前、牧師ってとこですかね。で今歩いてるのは国際通りです。まあ、国際的なのかどうか分かりませんけど、観光客は多いですね。日本人の観光客も多いですけど、やっぱり目立ってるのは外国人の観光客で、日本語じゃない言葉が飛び交ってますね。まあ、観光客多い通りといっても観光に特化してるわけではなくて、まあ、普通に那覇市の中心市街地なんですよ。なんか音楽がうるさいですね。で国際通りにもバス停があるんですね。那覇バス、あ、牧師バス停ですね。本当観光客だらけですね。まあ、自分もそうなんですけど、まあ彼らとは違う観光をしてるぜと言いたいところですが、別に人のことはどうでもよくて、いろんな派手なお店がありますね。コスミック、なんかいろんな変わったセリフを書かれた T シャツが売られてるんでしょうね。メスゴリラ募集中とかね。おー、確かに国際的ですね。いろんな国の旗が。あ、外貨両替ですか。沖縄県ってなんかそのお店の中に今日は1ドル100円で受け取りますよみたいな、そういう看板がよくあるんですよ。やっぱり米軍基地があるので、あのドルを持ってる人も多いんでしょうね。まあそういう意味では国際的なんでしょうけど、お店の中から音楽が流れてきて騒がしいですね。あ、沖縄インターナショナルスクールだって。インターナショナル、ワゴン車のインターナショナルとは。手相ですか。手相なんて気にしたことないですけどね。別に手相がどうだろうと。手相なんてその指紋ですからね。事件が起きた時に警察が捜査する指紋と同じようなもので。天伏前バス停です。風が強いですね。台風は過ぎたんですけど、台風が行っても台風の置き土産がね残るんですね。そして平和通り商店街です。まあ平和に歩いていきましょうか。平和通りは平和の象徴でございます。アーケードの中も観光客を意識したお店が多いですね。でもダイソーとか昔ながらの靴屋とか地元の人向けのお店もあるんですね。まあ、観光ゾーンと地元の商店街ゾーンが分離してないんですよ。
もう観光客が行くところと地元の人が集まる商店街、まあでもまあとはいうものの買い物は郊外のショッピングセンターとか行く人が多いと思うので、まあ、どうしても観光客のイメージ強くなりますよね。あ、ドラッグストアもあるんですね。心体元気のここからファインです。で、心と体のね、元気をやっぱり心と体のバランスを取らないといけないですからね。よくさ、自殺した人に向けて死ぬぐらいだったらどうにかしろよってね、死ぬ勇気があったら何でもできるじゃないかね、生まれつきの難病で苦しんで生きたくても生きられないやつもいるのにとか言う人もいるけど、でもね、そういう人はその人の心の辛さってもわからないでしょうね。土産物屋もありますね。うん、なんか沖縄風の、あ、三線ですか、楽器ですね。とかちょっとこっち行きますか。お、マンゴーの店、マンゴーマンゴーマンゴー、マンゴーってちょっと癖があるので、癖があるんですけど、うん、なんか民族的な感じの服とかね。なんか沖縄っていうよりもなんかその東南アジア風な感じもしますけど、色鮮やかですね。公設市場横丁、大体沖縄では市場って読まないみたいですね。市場って読むみたいです。だからこれは市場中央通りなんですよ。うん、長市第一牧市公設市場でしょう。市場ではないですよね。あ、公設市場入り口があるので行ってみますか。市場に突入かな。あ、いい匂いするね。なんか食べ物が魚といい、加工肉といい、いろんな調味料のなんか匂いが混ざったような、なんかいろんな食欲を煽ってくるような、そんな感じの場所ですね。うん、あ、肉とかね、面白いですね。あ、なんか豚骨じゃなくて早期、あ、海産物もありますね。貝とか、うん、水族館みたいだな。カニもいますね。動いてる、すごいわ。貝がでかい。生きてる豚いないかな。生きてる豚をその場で解体してとか、そういうのないのかな。こっちも海産物ですね。なるほどね。ほら、貝とか、あ、カニが縛られてますね。あ、探してますって、なんだろう、行方不明、不正の誓い。やっぱりちょっとね、平和に行方不明者を探したいところですよね。この辺りは海産物が多くて、まあ磯の匂いがします。まあ、今度は魚が氷漬けになってますね。もう僕たち凍えちゃいましたみたいな。立派ですね、この伊勢エビ。伊勢エビじゃないか、
カナビと、エビも、あ、エビ動いてんじゃん、すごいな。水族館行かなくても公設市場で水族館気分楽しめますね。しかも気に入った子がいたらお持ち帰り可能っていうね。うわなんかごついな。偉そうですよね。俺はこの水槽の主じゃって感じ。あ、豚は細切れになっちゃって、やっぱりさ、食べ物って生き物じゃないですか。生き物を食べ物にするんだから生き物感を出さないとね。生き物をいただく、それが食事なんだと。ちょっとね、公設市場を出て引き続きアーケード街を散策しましょうか。あ、パイナップルもあるんですね。やっぱり南国らしい果物が多いですね。パイナップル、バナナ、そしてマンゴー、なんだこの辺りはアーケード街が複雑に入り組んでいて、なかなか探検気分が、街並みが面白くなっていくにつれて観光客が減っていくんですよ。ほとんどの観光客って本当にいいところは行かないんですよね。まあ、それは自分の評価ですけど。あ、ここでアーケード街終わりですか。古い建物があって。完全に観光ゾーン抜けて地元の人たちゾーンになってますね。あ、幼稚園バス来てますね。チロリン幼稚園、チロリン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 幼稚園バス、まあだいたい帰宅の時間なんでしょう、下校じゃなくて下園ですか。まあ銀行があったりとか、まあ、こういう風に地元の人が集まるような場所、観光客があまり行かないようなところの風景を暴露していくっていうのが歩行動画の暴露帳なんですよ、観光客はガイドブックに載ってないところは行かないですからね、基本的に。おっとおっ、新天地市場本通りで、新天地か、やっぱり観光客があまり行かない新天地に足を伸ばすんですね。まあ、ここも果物がたくさん売られているようです。そして洋服がね、500円でね、道の両側から洋服が迫ってます。なんかこういう感じの服着てる人多いですよね。沖縄県って独特の衣装に身を包んだ人が多いんですよ。まあ、独特っていうのはそれは本州の感覚であって沖縄にとっては普通なんでしょうけど、なんだここは、なんかおじいさんおばあさんが溜まってるぞ。なんだろう、なんだろう、健康セミナーかな。魔法の醤油とかね、謎が多いですね、やっぱり。ストカン、ストカン。
もう観光客ほとんどいないでしょ、この辺りは。国際通りと牧志公設市場の辺りは観光客たくさんいますけど、ここはいないんじゃないですか、もういるのかな、うん、あ、そうそう、これライフウォーター6リットル100円。沖縄って水を売る自動販売機が多いんですよ。なんでなんでしょうね。水は水道水じゃダメなのかな。まあミネラルウォーターとしては、まあ、安いんですかね、うん。まあ、新天地市場本通り、そして今歩いてるのがサンライズ那覇ですね。でこちらに太平通り、まあ、天下太平、平和を愛する商店街でしょうか、うん。まあ、完全に観光ゾーン抜けたと言いたいところなんですが、抜けてないかな。この辺りも観光客が時々紛れ込んでくるんでしょう。やっぱり沖縄風音楽がね、観光客に媚びてますので、大売り出ししてますけどね。なんか地元風のおばあさんが多いですね。おばさんやおばあさんが、あ、味噌ですね。味噌の量り売りとかしてんだ。そして半夜、あ、もう完全に地元の人たち の買い物の場所って感じですね。まあ、そういう意味では観光ゾーンと地元の人の買い物ゾーンって若干そのずれてるところがあって、まあ、住み床分けされてるところありますよね。アーケード街を抜けてもまだまだ市街地は続きます。イカスミ汁のお店とかね、面白いですね。誰だろう、疲れたって振りなんか映画の看板かな。まあイカスミは黒いので全てを覆い隠すというか隠蔽するというか、黒は全てを塗りつぶしますのでね。桃色の建物、なかなか派手ですね。やっぱり沖縄は派手なとこですよ。なんかこの辺り古い建物多いですね。すごいなんか昔ながらの、なんだろう、すごい古い建物だらけなんですけど、お店やってるのかな。いろんな建物がこうくっついてんですよね。沖縄は観光客たくさんいますけど、でも観光客が寄りつきそうにないような場所もあるということですね。というわけでちょっと中途半端ではありますけど、この辺りで那覇編終わりにしたいと思います。まあ、おしゃれな店ですね。琉球菓子と紅型の店とかね、うん。